はい、もうすっかりですね、コンクリートが固まりましたんでね、もうこれカチカチになってます。なので、埋め戻ししたいと思います。埋め戻しするんですけど、その前にね、ちょっとこれがあんまり足元が邪魔なんで、こういうふうに全部外してしまいます。ここにですね、廃材というかですね、ちょっと前、小屋に使ってた材料があったんですけどね、解体したままになってて、一部雨ざらしのもあったんですけれども、割と状態のいいやつだけを持ってきて、これを再利用することにします。何をどれに使おうかなって言うんですけど、これがまあ、長いので、どうしようかなって今悩み中なんですが、これちょうどここで、これを胸に持ってくるかな。これを胸にして、これが割と状態がまあまあなんで、こいつをもう5着に切って。ということでですね、これをとりあえず、この糸を使いますけど、ちょっともうこれ目いっぱい長いまま、13着ぐらいあるので、6着5分ぐらい。この2メーターのところでね、切っといて。待つんですけどね、中身中まだまだ全然問題はないです。で、こっちにちょっと口書きがあるみたいなんで、これ下側に立って口書きの方をね、下側にそろそろ下側にね。はい、で、5尺、このね、柱さんが5尺なんで、五尺な小僧面、長々って感じですよね。あと、五尺。で、これの芯を大体半分4、5分、半5あるので、1分7分5に。ですね。1分7分5に。いや、ここも。いよいよ上のやつをね、もう外してしまいます。これいらんぐらい。
足元をね、片付けてなかった。足元。ほらーってですね、足元を見てごらん。天馬橋じゃないが、鶴橋が出たままになってましたね。しっかりしました。もうボケてるわ。さっきやった方がやつ。これですね、実を言うと、これ、もし、このまま、ちゃんと耐えてしまうんなら、あそこをね、縮地を作ってしまって、桁とかちゃんとはまるようにするべきなんですけれども、今回ね、ちょっと高さとかをどうするかが確認してみないことには分からなくて、この上に、もう一段ですね、腕木というのはですね、この針をね、重ねるか、どうするかっていうのは、ちょっとね、今、まだ未定なんですよね。なんで、この形で一旦ちょっと、胸木と桁と置いてしまって確認してから、高さを決めたいと思いますので、一旦今日はこの上に胸と桁を掘り上げておくだけという形にします。なんか鶏になったような気分ですね。これで、ちょっと高さの感じを掴んでもらうのに、もうこれをね、間に挟めば、いいことが分かったので、ね、これを使っちゃいます。なんかパッと見天秤張りのような感じになって、かっこよくなりましたね。はい、このね、ネジが2つあるの、このネジ1個だけだとですね、ちょっと緩んでしまう可能性があるので、ダブルナットというやり方ですね。ナット一つだけでは、ナットもならんという感じなんで、続けておきます。これ何、17かと思いきや17より小さかったんですよ。はい、ちょうどオレンジじゃなかったんですけど、これで、しっかり締め付けてください。これがね、ちょうど
下場がねこういう感じなんでね、ここ回らないんですよね。なんでこうやってターザンごっこができる。ああ。